さあやっていくぜメトロイドプライム。というわけで超かっこいいサムスがいきなり現れましたということで、前回はね、このフェイゾンスーツ、オメガパイレーツを倒してフェイゾンスーツを手に入れましたというところで前回は終わってるので、今回はねその続きをやっていきましょう。あれちょっと待って、プラズマビームメトロイド倒せんの？強すぎじゃね？プラズマビームが強すぎる。そしてフェイゾンスーツがかっこよすぎる。そう、赤色なんやね、これ。めちゃめちゃかっこよくない？えぐいかっこいいわ。このヨーヨーあったら買うわ、俺。というわけで、どうしようか。どこ行こうか。フェイゾンスーツになって、あらゆるところにちょっと行けるようになったと思うんで、パイレーツエリア、メトロイドファーム。ほえへん。パイレーツ戦闘実験エリア、ちょっと戻るか。前回あっちやもんな。あっちで倒して、一回セーブしに引き返し、びっくりした！びっくりしたー！すごくびっくりしたー！メトロイドさん、ちょっと不意打ちは、ちょっと怖いよ。あー、なるほどね。チャージショットだけしっかり効くと。めっちゃびっくりした。じゃ、ホラー、工事ね、ホラーゲームちょっと苦手なんで、あんまりちょっとサプライズ感のある攻撃はね、ぜひともやめていただきたいというわけで。よーし。こっちへ進んでいく。うんうん。なんかちょっとあのメトロイドちゃうくない？なんか。あ、危ない！デバイドメトロイド。分裂可能な足メトロイド。分裂すんの？分裂能力を持ったメトロイドの変異体です。分裂前にはほとんどの武器が通用しません。え、意味わからんやん。なんだそれ。分裂後は能力が不安定になり、その結果、ある程度武器の攻撃が良くなります。フェイゾン変異体の不安定な性質にその弱点は分裂系とことに。なんなんそれ、クソ厄介やん。ちょっと待ってくれて。いやー、分裂しら。いつ分裂すんの？でも、あ、分裂しそう。お、あれでも効いてる感じすんねんけど、気のせい。あ、分裂した。あ、なるほどね。赤色はプラズマビームが効く。あ、そっか、フェイゾン効かんのか。んで、君は白色やから、アイスビームか？そういうこと。あ、そういうことっぽいね。なるほど、なるほど。あ、君一番厄介やね、きっと。君嫌われもんやろ。おい。ここは？プラットフォーム作動中。エレベーターか。エレベーターで？上がっていく。何がある？上がってったら。あ、普通に扉の方行けるようになるだけか。なるほど。こっちに行けるようになるだけ。お、エネルギータンク。感謝。エネルギーの最大値が100ポイント増加。よし。セキュリティゲートを解除。あー、ここ来たね、一回。お、いいね。フェイゾン歩けるのはめちゃめちゃでかい。ちょっと待って。このメトロイドたちって。え、これ普通のメトロイドか。これもデバイドメトロイドやな。でもダメージ通ってる感じすんねんけど。え？どういうこと？プラズマビームが強すぎるのか？うん。そやな。プラズマビームが強すぎるな、これ多分。ちょっとね、ここに、このフェイゾンマインズにあとアーティファクトが2個あるんで、ちょっとそれを回収しに行きましょう。よし、この辺にあるはず。おーっと、あれこんな堂々とあったっけ？まあ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 いいわ。なるほど、こっちね。そういや通られへんとこがあった。なるほどなるほど。そういうことね。ほい。おいおい。ん？まだか。よいしょ。アーティファクトゲット。超ザーアーティファクト獲得。神聖のアーティファクト。12番目のアーティファクト。これで、あと1個。よし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 。いいね。あと1個。あと1個は、戦士のアーティファクト。これはね、戦士のアーティファクトは、なんか、一回、あ、こう。
彫像ルーインズじゃなくて、ちょっと名前忘れたわ。なんか石像いっぱいあるところでスキャンしたら説明出してくれてたから、そうそうそう、説明出してくれてて、その説明っていうのが、戦士、これか。ああ、超人族のホログラムね。鉱山の奥第一の錬術の間に息を潜め、獲物を待ち構える様、鬼人のことし、怪物の首に神に差し出したるとき、戦士は何時の前に現れるだろうということで、まあ、正直何言ってるかわからないですけど、だから調べました。第一研究エリアか。に、エリートパイレーツがいるんで、まあ、そいつをしばきましょうという内容でした。答えから言うとね。なんで、まあ、とりあえず上にどんどん帰っていくか。メトロイドたちが、なかなか厄介。いで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 。ちょ、お前ちょっとお前、ビリビリすんなし。いで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 。ちょ、あー、くらえー。消えろー。強すぎる。やっぱパワーボムだぜ。ちょ、ビリビリしてるんですけど。ちょ。やっぱメトロイド強えわ。やっぱおめすげえよ。よいしょ。なんや。びっくりした。びっくりしてゆく。よしよしよし。さてと。ん？どういうことや？あ、埋まってんのか。いれいれいれ。これ氷は食らうんかな？そう、メトロイド早いんよな。あ、誰？当たったが、聞いてなかった。よいしょ。あ、やっぱあかんねや。やっぱ単体ですでに強すぎるんやな。このメトロイドちゃんは。さすがとしか言いようがねえぜ。あー、ちょ、前に来るな、前に来るな。さあ、どんどん登っていきましょう。ささっとね。相手にしない。嫌なやつは相手にしない。うわぁ、こいつらもっと嫌や。ちょ、痛い。くっそ。性能が良すぎるこちら。危ねえ。よいしょ。下から、残念だったな。かわしてゆく。こうやって、こちらムカつくな。死ね、くらえ。くらえ。ちょっとパワーボムからちょっと逃げんのはそれちょっと失礼とちゃうか。こっちがパワーボムしてんねんから素直に食らってくれたまえ。よし、食らってないんかよ。普通に倒すわ。よし、やっぱ初代メトロイドプライムめっちゃおもろいよな。よし、あんたあいつおるやん。ちょ、って。研究エリア1。ちょっと待てよ。あいつちょっと倒さなか。うれ！よし、オッケー。ここに、エリートパイレーツが眠ってる場所がある。ちょ。痛い。もう一個。どこや？あれ、ぶっ壊してやる、あれ。壊れろ！壊れた？よし、オッケー。あー、こいつか。確かに、ベンデジウムでできてる？違うな。ああ、やっぱりベンデジウムか。もう壊せと言ってるようなもん。まあ、フェイゾン、あ。よいしょー。まあね、このもうフェイゾンスーツを手に入れたサムスにとって、もうお前は敵じゃない。残念ながら、お前の出番は終わり。おお、吸うな、お前。ミサイルを当てていくとしたかったが、え、エリートパイレーツやねん、君。フェイゾンエリート。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんか、大事な説明聞かんかった気がするけど、まあいいか。ちょっと強いぞ。お、防御に徹するか？おい。来いよ。見えてんだよ。ちょっと待って、当たんねんけど。なかなかの強さやな。さすがエリートという名前は伊達じゃないか。サイドステップ、ジャンプ、オッケー。よしよし。
さあ、アーティファクトゲット。これで全部かな？調査アーティファクト獲得。戦士のアーティファクト、6番目のアーティファクトです。揃ったで。どう？なんもなし。まあ、これでどっかの封印が解けてるはずなんで、あっこに戻るんかな？あっこに戻っていくか。ちょっとアーティファクト神殿まで戻るか。アーティファクト神殿行ったら、もうこれはね、僕の記憶にあるんですけど、あのメタリドリーが多分出てくると思うんで、そいつをちょっと、しばきに行こう。よいしょ、帰ってきたぜ。とりあえず、スターシップのある場所まで帰ってきた。あれ、スターシップやったっけ？これ名前。スターシップって、じゃあ、カービィが乗ってるやつか、それ。まあまあ、まあいいでしょ、なんでも。セーブします。もう絶対ね、セーブしといた方がいいんで。え？名前スターシップやったよな。気のせいかな。まあいいわ。OK。ほんで、こっちね。アーティファクト神殿に行くと、メタリドリーさんがいるんで、楽しみにしといてください、皆さん。さあ、宿敵を、しばきに行くか、ほんなら。これ、どっから行くの？ああ、そっちから回らないといけない系ね。よいしょ、うん。メタリドリって何効くんやろな。まあ何でもいけるんかな。とりあえずちゃパワービームしとくか。やっぱりメトロイドといえばこれ、いや僕が多分一番やり込んだメトロイドは多分メトロイドプライムハンターズなんよね。小学生いや中学生かな。小学生ぐらいの時に友達とアホみたいにやり合って何度も喧嘩をしたあの、オンラインでやって負けたら、あの、星みたいな、ランクみたいなのが下がるから、やっぱそういうのがかかるとみんな熱くなるよね。でもやっぱり。懐かしい。さあ、来た。今んとこおらんな。怪しい気配もないな。本当におるのか？やっぱりプラズマビームにしよっか。これが一番やっぱり、シャープでかっこいい。よいしょ。さて。さあ、どう出る？お！来た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 。これ来たんじゃない？感じるぞ。やつの気配を感じる。なやなやなや。これで封印が解かれるのか？おー、サムスって結局超人族なんかな。来たー。リドリーさん、チーズ。あ、ちょっとメカっぽくなってんな。こいついつも改造されてんな、でも。大丈夫か？つうか、映像が綺麗すぎて、めっちゃかっこいい。わあ、いいね。BGM がやっぱ懐かしいな。さあ、もったいぶんの早く来いよ、お前。さあ、メタリドリースキャンしていくぜ。危ない危ない。人工変異形態メタリドリー、遺伝子工学と機械化で復活したリドリーのメタフォーム、かっこいいな。リドリーがパイレーツの技術で進化しました。薄い胸部装甲を高反発性の表皮で保護。ほう。マルチミサイルシステムや厚い微生ブレスボムランチャーお前強すぎるやろ。おい、霊気系の攻撃は有効ですが、動きが速いため命中率は下がります。あー、霊気系か。プラズマは効かない？うえ。あ、でもなんかちょっと赤なってる。うわ、いってやばいやばいやばい。何してんの？うわー、これが、追尾ブレス。ちょっと強すぎんか、お前。あー、なんか燃えてるね。効いたんじゃない？今の。あ、効いてる効いてる。めっちゃ効いてる。ちょっとアイスビームに変えてみるか。遠いとこまで逃げんな、お前。突っ込んでくるんじゃやろな。突っ込んできた。やっぱり危ない。おーと。さあ、どっから来る？おっと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 っ とかわしていく。あのめっちゃ強いアイスのあれやりたい。ここや、食え。おいしょ、効いたんじゃないか。これはアイスが有効と書いていたが、なんかあんま変わらんな、プラズマと。突っ込んでくる。おい、いいね。
ユニバに来た気分。うわ、あいつ壊しやがった。ちょっとアーティファクト神殿をちょっと壊すのはやめていただきたい。どこ行った？視界が良くなっている。おっと、行って。うら。おお、逃げていく。でもそんなダメージ食らってないの今。意外とやれてる？大丈夫、それは見えてる。そこが弱点なんだろ。ほら、おっと、うら、食らってんのかこれ。食らってんな。じわじわと効いてるね。おいおい、サムスほとんど HP マックスだぜ。パワーボムぶちかましたるか。パワーボム効くんかな。でもあのお腹でパワーボムやったらだいぶ効きそうやけど。おっと、危ない。アイスビームかっこいい。よいしょ、紙一重でかわしていく。危ない、いって。うら、でもダメージ入ってるね、だいぶ。よいしょ、痛がってる。ちょっと早くこっち来いよ。よいしょ、危な。ほいほい、来いよ。おい、あっち下で何やってんねん。来るか？おしゃ、くらえ、パワーボム。うらー、あん、うん、全然効いてない。あー、ちょっとだけ食らってた気がした今。お、来るか？オッケー、ここで来る。撃っていく。危ない危ない。ちょ、アイスビーム全然撃たへんねんけど、サムス。ちょちょちょ、やめやめよ。やっぱりプラズマ最強のプラズマクラスターをかましていく。さあ、効いてる、効いてるんじゃないか。おら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 、いって。あいつ羽広げるだけで大ダメージ食らうんだけど、強すぎんか。さあ、見えている。うしょ、いった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 。すぐ逃げんのやめてや。ちょっとなんかもっと殴り合おうぜ。ちょい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 ちょびちょび当たってるね。よし、ここは休憩タイム。うん、やばい、銅像もほとんどなくなってしまった。いって、油断していた。ダメージバリ入るねんけど。ちょっと次地上降りてきたらこのプラズマビームのあれやるか、必殺技みたいな。いつも名前が覚えれない。来るか来るか、ビーム打ってくれ。うら、燃えら。当たってるかこれ、当たってるか、当たってるか、当たってないなこれ。しかもかわされてる気がする。いけいけいけ、当たってないねこれ。くっさちょっとミサイル無駄にしただけやった。いや、まあまあ余裕で倒せそう。甘いなメトリドリーよ。よいしょ、行って。来るか。よいしょ、ちょっとしっかり当たっちゃってる。よいしょよいしょ、 OK、 だいぶ来たんじゃない。お、どうした、どうしたどうした、何してんの。あー、降りてきた。お、羽なくなってる。なるほど、ついに飛べなくなったか。いてー。お、口を開けている。あー、なるほど。おーおーおー、なんかむき出しよ。うらららら、燃えろ燃えろ。いって、もう一発。 OK、 それは見えてる。もう一発来る、見えている。
なかなかダメージが入らんな。おっと危なっ。わいしゃー。どういう時に食らうんや攻撃は。5が違うな。あ、口開けてる時か。大体口開けてる時や。口開けろ口開けろ。そこ OK。 抜き出し。あれ終わり。よいしょ。危ない。よいしょ。あ、いた。よいしょ。もう一発来る。 OK。 見えている。口開けろ。おや危ない。口開けろ。よいしょ。OK。 よいしょ。ちょっとなんかサムネになるなんかシーン欲しいね。リドリーさん、ちょっと サムネイルください。リドリーさん、サムネイルください。あー危ない。サムネイル、あ、いいねいいねいいね、いいですねいいですね。危ない。そうそう、サムスのビームがあるとちょっと見にくいんで。あ、こんなんどう。あ、いいねいいねいいね。今のワンショット良かったですよ。リドリーさん、リドリーさん、もうちょっとワンショットください。やあ、じゃやば、死んでしまう。ああ、いいですね、リドリーさん。サムネイル、いい感じに撮れてます。ちょっともう真面目に戦おう。終わりにしましょう。ここ。ああ、なるほどね。一瞬口開けるな。あ、ここ。あ、くっそ。外した。オッケー。パカって。オッケー。うわあ、ちゃ。ちょっと手こずってきた。ちょっといい加減真面目にやろうか。バカ、あそこ、ちょ、なんか当たれへんねんけど。バカ、おいしい。あれ違うんか。ちょっともっと隙を見せてくれないと。 OK。 見えた。ジャンプする。 OK。 当たっていく。うれ、よし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 。だいぶ苦しんでる。来てるよ。効いてる効いてる。行って。吐き始めと吐き終わりか。いったいってそれ。ちょ、メタリドリ地上戦になったらめっちゃ強いねんけど。おーしょー、大丈夫。それは見えてる。おっと、尻尾で投げ払い。スマブラのリドリよりも激しめ。おいしょー。よし、うん、終わりじゃくらい。なかなかタフス、タフだね。タフメント。来る。おいしょ。俺かわしたって今。痛い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 。じゃあ見失った。大ピンチ。うわ、いって。ちょっと強ないか。連打するか。連打するか。じゃあ、やべ。ちょっと甘えたプレイになってる。甘えたプレイになってる。よし、これで終わりじゃ。よりゃ、くそー、まだか。タフすぎんだよこの野郎。大丈夫。ちょっとチュンチュン打ってこ。オッケーオッケーオッケー。はい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 。もうその敵にはかからない。尻尾もしっかりかわしていく。かわしていく。いって、かわしていく。よいしょ。オッケー。ほら、あとちょっと。おっしゃ、くれー。 OK。 ふぅ、長い戦いだった。お、なんやなんや。おお、超人族の動画動いていく。サムソン覗くとき可愛いな。ちょっと、うわ、お、こいつらあれやん。あれ、こいつら何回も倒したやつやけど、亡霊じゃなかったっけ。アーティファクトが、あー、オッケー。というわけで、ここは何や、リドリー、まあとりあえず倒しました。というわけで、ここに入るとなんか違うところに行きそう。お、エンディングか。インパクトクレーター。
インパクトクレーターってどういう意味？衝撃の穴。ラストダンジョンっぽいな。ねえ、ラストダンジョンっぽいね。よし、じゃあ、まあセーブして今回はね、ここで終わりたいと思います。次回もしかしたら最終回となるかもしれませんが、まあよかったらね、最後まで見ていってください。では本日もありがとうございました。また次回よろしくお願いします。